数学では、ドナルドソンの定理は、次元4の単連結な、滑らかな多様体の定値な交差形式は、対角化可能であるという定理である。交差形式が正定値であれば、交差形式は、整数上の単位行列に対角化可能である。この定理は、サイモン・ドナルドソンにより証明された。マイケル・フリードマンは、任意のユニモジュラー対象二次形式は、 ある向きづけられた四次元平太陽体の交差形式として実現されることを示していた。この結果とセールの分類定理とドナルドソンの定理を結びつけるといくつかの興味深い結果が得られる。一対角化ができない交差形式は微分構造を持たない四次元位相太陽体から発生する。二二つの滑らかで単連結な四次元太陽体が同省であることと それらの交差形式は同一のランク、符号、パリティを持つことは同値である。ありがとうございます。